久保さんこれ僕の塾でも教えてるんですけどあの商品作ってから売るんじゃなくて売ってから商品作れっていうねあのいうことをやってるんですよね、まあ、僕の場合はもうすみません経験があるんでね、まあ、商品すぐ作れるっちゃ作れるんで作っちゃうことが最近は先ですけどただあのですかね結構大掛かりな商品に関しては、まあ、最初に売るんですよだから僕の運営してる塾も最初商品作ってないんですよ まあ塾って結構大きい商品なんで、でもその大きい商品を最初から作ってないですよね。まず売ることを売ってから作るっていうね。で、そうすると、仮に売れなかったとしたら作らなくていいってことですね。そう。<laughs> これがね、結構ね、あの、僕、すごく商売的にこの売り方っていうのは非常に理にかなってるんじゃないかなって。売れたら作るっていうね。そう。<laughs> だって、売れないものを作ってもしょうがなくないですか まあ、コンテンツビジネスの場合はね、そんなにその、原材料かかんないんで、あの、いいんですけど、普通の商品とかだったら、iPhone 作ってね、いや、100万台作りました。売れなかったら100万台作ったいくらの証やねんって話じゃないですか。だから、物販とかの場合は、なんですかね、まあ、今だったら、その、なんですかね、あの、クラウドファンディングじゃないですけど、なんだっけな。なんか、あの、物販でも一回その、 あのお金を集めてこういう商品を出そうと思ってるんだけども、えー、どうですかみたいな今あるんですよサイトがでそこで支援金ですよね支援金が集まると目標達成したんで商品提供します作りますみたいな感じでやるんですよだからまあ物販でも最近はそういうのも出てきたしなんか今ってかそういうなんかすごいいいっすよねうんリスクなんいろいろできるのでうんだから、まああの てから作ればいいと思いますね商品は。うんはい行ってらっしゃい。